チャオ、あっちゃんです。今日って6月の16日金曜日のあっちゃんの定期ライブの最後の方にね、ピーナッツ氷さんがあっちゃんにコメントくれてんけど、ちょっとね、ライブの流れがすごく早かってあっちゃん見落としました。ごめんなさい。それで、ピーナッツ氷さんのコメントやねんけどね、ちょっとすごい気になって、みんながね、何人かの人がピーナッツ氷さんのコメント気づいてって言ってくれてん。で、最後の最後に気づかんかって終わってしもうてん。で、終わった後気づいて、ね、で、もう一回コメント探して、戻って探して、で、見つけて読ませてもらって、ライブに戻ったらね、もう抜けられてたみたいで、あれだけど、もうその、ライブの最後にもう一本、ライブ、ね、戻った時に2本になっちゃってんけど、後編の方で、ちょっとあちゃんお話しさせてもらってんけども、気づいてもらえるようにね、タイトルにもピーナッツ氷さんへって書いて、この動画あげるんで、見ていただければと思うんで、ちょっと読ませてもらいます。ね、ピーナッツ氷さんだけじゃなくね、他にもやっぱりそういうことを経験されてるお母さんとかもいてると思うしね、もしよかったら参考になればと思って動画を撮らせてもらいました。はい、ピーナッツ氷さんのね、コメントが、この前、子供が幼稚園から帰ってきて、二の腕の内側に小さなあざがありました。これどうしたのって聞くと、先生にぎゅーされたのって言いました。悲しいし、子供の気持ちを考えたら怒りがこみ上げてきます。あっちゃんならこの場合どうしますか？はい、やっぱりね、子供ちゃんってね、やっぱなんていうのかな、正直やねんね。やっぱり大人になるごとにいろんなことをね、心の中入れて、ね、壁作ったりとか人の言うことをねスルーしたりとか言うけど、子供って心ピュアやから、それで傷ついちゃうね。やっぱり大きな傷、大きいというか小さい傷かからないと深い傷ができんねんね。だから、それがトラウマになったりとか、将来ね、ねじれちゃったりとか、やっぱりその心壊したりすると思うの。だからやっぱりこれは徹底的に先生に聞いた方がいい。ただやっぱりせやからって子供ちゃんの話だけを聞いて一方的にね、乗り込んで先生を責めることをすると、先生もモンスタークレーマー、モンスターペアレンツ扱いされるしね。でも子供ちゃんのためにこれ言ってあげるのは、モンスターペアレンツでも何でもない、真実を問いただすことやと思うからね。だからこれなんで先生こんなことしたのって切れるんじゃなく、ちょっとね、子供帰ってきて、ここはあざがあって、二の腕にあざがあってんけども、先生にギュッてされたって言ってんけども、何かあったんですかってね、丁重に聞いて。なんで、先生もごまかすかもわからへん。でも、本当のこと言ってくれるかもわからへん。でも、それで、どうしても、拉致が開かへん場合、園長先生なり、教育委員会なりね、もうメディア使っても、それは真実は正さなあかんと思うし。でも、かっちゅて、もしかしたら、何かがあってね、キュッて持った時に、ちょっと強かって、ついたんかもわかんない。そこのところは先生の言うことやっぱ信じてあげてほしいところもあんねんね。だから、お互いの話を聞いて。で、子供が、やっぱりね、幼稚園の子がそんなまんざらね、嘘つかへんと思うのよ。だからやっぱり先生なんかの事情でギュッてしたんやと思う。うん、で、子供ちゃんもね、幼稚園で先生が先生にギュッてされたのって言われても、そのギュッとされた原因がわからへんかったらね、対処もしようないから、そこね、怒りもあるし、悲しい気持ちもあると思うし、だからこそ、子供のためにね、真実を明かしてあげてほしい、たちゃんも。だから、幼稚園に、どうしたん、これなんでこんなことになったんでしょうかって聞くことはいいことやと思います。うん、だって、あっちゃんもね、13歳の時にね、ギュッてつかまれて、頭ね、髪の毛坊主にされて、心閉ざしちゃったん。13歳になってもね、それも学校の決まりのルール、守らなあかんルールを破りたいのはあっちゃんやね。分かってね。でもそれ強制的にね、髪の毛をね、女の命って言われる髪の毛をね、心は女の子やったからね、それをね、強制的に丸坊主にされたことで心を閉ざしちゃった。ということはね、幼稚園の子なんて、幼稚園の子なんて言ってたか、幼稚園の子の方がね、もっと心ピュアやねからね、心壊しちゃうことがある。大人ってひどいんだって、嘘つくんだって。ね、だから、幼稚園って絶対ね、子供に言ってると思うね。嘘ついちゃダメだよって教えてるはずやねんね。でも、それを平気で親、大人が嘘ついたらね、子供って心壊すと思うね。だから、ここのとこは、きっちり、幼稚園にね、
なんでこうなったんでしょうかって聞くことはいいことやと思うし、だからそうしてあげてほしい。やっぱりね、子供ちゃんのためにもしてあげてほしいと思うし、でもし、まだ相談とかあったらね、なんかの動画にコメントください。あ、この動画でいいよ、この動画にコメントください。ピーナッツゴリさんごめんなさい、ほんまにね、コメント見落としてね、せっかくみんなねライブこう楽しんでまでね、いろいろね、コメントが流れたりね、いろんなお話でねこう流れちゃうことがあって、ほんまあっちゃんの無理に絶対するなんかしてないからね、ほんまにコメント見落としました、ほんとごめんなさい。ということでね、あっちゃんができることやったらね、なんかできること言うてもね、アドバイスぐらいしかできへんと思うんだけど、なんかまた何かあったらコメントとかでも聞いてください。はい、ということでね、ほんまにピーナッツゴリさんの子供ちゃん心配、ね、青技ってね、時間経ったら消えるよ、やっぱり。でも心についた傷はね、一生消えへんのね。ね、だからもしね、刃物で切りつけられても一生残る傷が残るかもわからへんけど、それ以上に心の傷っていうのはもっと深く残るからね。だから心の傷のケアだけは本当してあげてください、ね、よかったね、あっちゃんもしてあげられたらいいねんけどもね、あっちゃんができることってほんまアドバイスすること、もしね、このピーナッツゴールさんに会ったりとか、お子ちゃんに会ったらね、お話聞いてあげて、なんかケアすることはできるかもわからへんけども、それ以上のことはできへんから、やっぱり、そうやってね、学校じゃない、幼稚園の先生にきっちり話聞いてあげた方がいい。ただ冷静になって聞いてくださいね。エキサイトすると相手はモンスターペアレンツやっていう対応するから、そうじゃなくね、で、ね、なんていうのかな、第三者的な感じでお話を聞くっていうの方が先生も答えると思うしね。だからただ単にね、ギャー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 言うていくモンスターペアレンツって、モンスターペアレンツやからさらっと流しちゃいいやで終わってしまうかもわからない。でも本当に心をね、開きながら先生のこと、先生の真実を、ね、聞きたいっていう気持ちで言ったら、先生はね、そんな無限に扱わへんと思う。だって、教育者であってね、で、で信じたいってあちゃんも思うから、だから子供ちゃんのためにも一度幼稚園に聞いてみてもらった方がいいと思います。はい、ということでね、またここでちょっと中途半端なちゃんとしたアドバイスになってへんかもわからへんし、ね、もしもなんかあって進展あったりしたらまた教えてください。コメント欄でいいんで、もしなんかあっチャンネルの概要欄にメールがあります。そこからメール送って、あっチャンネルのメインのところの概要のところにメール貼ってます。そのメールをからなんか送ってくれたらなんとか対応します。で、そのメールもね、もし見えへんかったらね、ビジネスのお誘いかなんかそんなのがあんな、そこをクリックしてたらメール出てくるし、そのあたりからあっちゃんになんか連絡入れてくれれば、またできる限りのアドバイスはさせてもらいます。今日ライブ、ね、来てくれてありがとうございました。せっかくコメントくれたのに、ね、見落としてごめんなさいということで一本動画にさせてもらいました。気づいてくれたら嬉しいです。はい、ごめんなさいね、ありがとうね。ではまたね、子供ちゃんがね、心がね、傷つかへんこと祈ってます。